一応舐めとこうか。ね。一応舐めとこう。お、これ私もずっと疑問だったんですけど、他の二つとはなんだか雰囲気違いますよね。緑のやつ明らかに毒入りですって見た目してるしね。ずっと匂い嗅いでるとなんだか引き込まれるっていうか、こう、癖になる匂いですよね。なんだか怖いし、あまり近づかない方がいいんじゃないかな。もう口にしてしまったつぐめさんがそれを言いますかそれもそうだね。お腹壊さなければいいけど。な、何を舐めさせられたんだ、これは。 おかしいだろう。あ、えー、お漬物おいしいですよね。これ、ウグシちゃんがつけたのい,いえ、私は牢屋から出ることできなかったので、持ってきてもらいました。たちに聖人いらっしゃい。広告じゃない、米んかありがとう。持ってきてもらった。あなたの他にも誰かいるの白熊いらっしゃい。はい、その子は牢屋から抜け出して、いろいろと調べて回ってるみたいです。これ、スズメちゃんかなこの部屋にも来てくれて、えー、生物だけどと、つまんないでしょう。お漬物も差し入れてくれて。 せっかくなので、道具も頼んでみたら持ってきてくれたんです。有能ですね。そうなんだ。わざわざ作るウグズちゃんもすごいけど、道具を用意した子もすごいね。えー、ウグズちゃん結構喋るね。えー、私たちのため。結構あれだな。結構喋りますね。ウグズちゃん喋ってるところはね、全部動画になると思うんで。会話。うぐいす。大丈夫怖くないうん、怖いです。つぐみさん。怖くないんですかかわいい。 私も怖いけど、この怖い思いから解放されるには、ここから出るしかないよ。私、つくみさんから絶対離れないようにします。だから私も一緒にここから出してください。それはいいんだけど、そんなくっつかないで歩きづらいよ。ゆりゆりじゃのう。ゆりゆりじゃのう。この会話スキップ。なるほどね。いろいろ会話増えてますね。ここで会話とかしないうぐいっす。あ、それにしてもこの屋敷、薄暗いし、揺れとか出そうですよね。会話始める。んどうしたんですか いや、なんでもないわよ。もしかして幽霊苦手ですかそう、そんなことないわよ。幽霊怖くて鬼から逃げられますかそうですよね。ところで、つぐみさん。何かなさっきからつぐみさんの後ろくっついてきている方。どちらさんは、いやー <laughs> いや、嘘ですよ、つぐみさん。鬼に気づかれちゃいますから落ち着いてください。ごめんなさい。グイスってめこの。なかなかやるわね。ごめんなさい。ついで来心で。余裕かよ、結構。本当にごめんなさい。 でも意外です。鬼からは冷静に逃げるのはに幽霊はダメだなんて見えないものって怖くないそこにいるって分かりきってれば特に怖さ感じないんだけど未知の存在だと何されるか予想できないから怖いんだよ分かる気がするうん、そうなんですか私は生きてるものの方が怖いです。ね人間が一番怖いからね。OK! あまあ諦めてくれたのはいいじゃないですか。これでしばらく大丈夫そうですね。 何か落としていった。ウグイス。はぁ、あ、お家帰りたい。かわいい。うん、頑張って、ここから出ないとね。ところで私、私ウグイスちゃんのこと、里ではあまり見かけたことないんだけど、家はどのあたりにあるの私の家ですか里の真ん中あたりの小高い丘にある、堀で囲まれた建物です。目立つからすぐわかると思います。ってことは、もしかして、地主の娘さんそうらしいですね。 なんか他人事みたいだね。地主様の家ってことはすごくお金持ちなんじゃないのみんな羨ましがってるよ。あまりいいことでもないですよ。お金だけに無駄に持ってても人が信用できなくなるだけです。そういうもんなのかなでもなんだかすごく言葉に説得力があったのはなんでだろううぇ、えー。ウクイズ。痛かったです。怪我してない大丈夫だと思います。前に進むことできるので私のことは気にしないで進んでください。あ、待って。ちょっと待って。どうしようかな せっかく、あれだからさ、全員パターン見ようか <laughs>。あの、確実に鬼が出るって分かってるあれがあるからさ、ちょっと全員、全員犠牲にするパターン見ようか。ね、せっかくだし、動画で編集してやろう。オッケーイ逃げよう、ついてきて、コな、よし、食え俺らで、俺らを食えほら、誰を犠牲にする最初はあれだぞ 最初は、つぐみため、つぐみため、スズメちゃん行ったんで、じゃ、うぐいすちゃん、うぐいすちゃん、前回ね、あの、見れなかったんで、見えないとこで食われたんで、見えるとこで食べられてもらおう。行けはあ、やっぱり死ぬのは嫌ですー。私の、私の犠牲が、誰かの助けになるならって思ってたのに。ばしゅ、ふう、頑張って、こっから出て。うぐいすは鬼を連れて、あ、鬼に連れて行かれてしまった。なるほど。 さて、次は誰を食べさせようかな。よし行こうさあ食え次は誰を食う次は誰を食べたい誰が犠牲になるむぐいすスズメは食べた次ひばりだ行ってこい姉ちゃんのもとに行ってこいいや、私死にたくないよ。ひばりちゃん可愛いえ、いつもひょひょとしてるのに。ずるいよ、こんな時だけ。あ、来ないで来ないでよ食べないで殺さないで やっぱりいつもは気丈に振る舞ってるんですね。なんてひどいことするんだ、鬼の野郎。この野郎鬼めおいっと。くえくえこの葉ちゃん今助けたばっかだけど。くえくえ上うまいぞ、この子は。はい、あげます。捕まれそうになった時、優先的に犠牲になる人を選んでおいて、全員が負傷するのを避ける。そう決めた。でも、<laughs> 今の一瞬で決めてたのこの葉ちゃん今の仲間になったばっかだけど。マジか。仕事が早いね。 仕事が早いな。知りたくない。私はもっと生きていたいのに。そんな姿になっても生きてこっから出るから。うわぁ、連れてかれちゃった。はい。そんだけ。よし、続きやっていこう。ほら、ウグイスの墓。前来た時、バツバツバツの墓だったよね。やっぱ死んだ人の名前が消えるんだね、これね。つぐみの墓。まだ私死んでないのに。なるほどねー。 いやー、でも、うぐずちゃん助けるのむずかったっすよ。わかんなかったもん。ふむふむ。魂の墓場でも、分かって普通亡くなった人の供養をするためのものですし。かわいい。ギぎょしく書いてあるだけで、別に普通のお墓のかけらなんじゃないですか破片か。というか、そうであってほしいです。ふむふむ。怪しい空間。へへい。浴場イベント。 下心って誰のですかもしかして鬼のお兄ちゃんたちのだよ。僕らのだよ。鬼の下心とか今更気にしても仕方ないでしょんそんなの、里で神様の伝承聞いた時点で差しがつくわよ。まあ、今更気にしても仕方ないよね。ちょっと会話変わってたな。ごめん、ちょっと飛ばしちゃったわ。開いてしまった。入る入るぞあ、広いお風呂だね。そうね、なんだか知らないけどお湯も空いてるし、入りましょう。どうやどうや お、ちゃんと掛け輸してから湯に入るのよ。はーい。ふん、お湯あったかい。いら、おわーいやったーやったぞ極楽ですねー。いいぞー。場所が場所だから、まさに極楽みたいだね。はーい、ここ、広いね。泳ぎ放題だね。えいきゃーもう何してるのみっともないよ。えー、つぐみちゃんやらないのお行儀悪いよ。みんなどの子がタイプですかかわいいねー。 かわいいね。えー、ひばりちゃんなんか、あれじゃないエロくないですかすごい。なんかさ、こういう肩にかかる髪みたいな、いいっすよね。いいっすよね。って思います。なんで私より年下なのにそんなに落ち着いてるのさ、まるで私が子供みたいじゃないですか。いや、子供でしょうう。こやついい夜の、ハメ外してはしゃいでもなんとなく許されるうちに遊んでおくべきだよ。えー、いいお湯。確かにスズメちゃん男前ですね。かっこいいなんか。 そうだね。居場所見つけたね。え、体流せるだけでだいぶ違うわ。自分の体臭って不快な思いしないで済むし。はぁ、あ、落ち着きますね。お前ら私より年なのに落ち着きすぎだろ。お前らって <laughs>、お前らってなんか、粗暴ですね。ん今までのこととかちょっと思い出しちゃった。えー、イベント CG を見とくか。そうだよ。もうここで分かったからね。これ、隣の牢の症状。 ウグイスちゃんの名前ここで発覚したからね。かわいい。初見じゃ無理だよ、救うの。難かったもの。ちょ、ちょっと頭使ったもの。いやはや。隠された浴場にて。いいっすね。いいっすわ。いいっすわ。ただただいいっすわ。ええ、サムネ決定。んじゃあ、とりあえず終わるか。ん戻ると。 今目的達成したよね。おで、戻ると。ふぅ。で、こっからですよね。こっから動画的には、初見だね、またね。そう、やり直してきたからね。ははは。スちゃん助けるのをちょっと苦労したよ。オッケー。こっからまた、えー、いつも通り初見プレイでやっていくよ。ちょっとやり直しに時間かかっちゃったけど。でね、あの、 やり直しの時ちょっとね、全探索してなかったから、あの、手に入れてないアイテムがあるかもしれません。あの古、えー、古びた手記みたいな。古びた手記みたいなのがないかもしれないんで、もしかしたらトゥルいけないかも。でも一応全員助けたから、トゥルいけるんじゃないかなって思いながらやってるんだけど、まあ、トゥルいけなかったらまたやり直すんで、ご心配なく。この作品のトゥルエンド、私は見たいですよ。動画はね、ちゃんと撮れてると思います。これなんだえ ええ殺すのああ、そうかそうか。かけらか。かけらを入れるのか。えでもかけら。だって、つぐめの魂の墓場、これが壊れると魂は無に帰りた、器は死ぬ。ええええ,え,えちょ、会話してみるど、どうしようどうしようどうしよう。ウエス。 おうち帰りたい。ちょ、スキップスキップ。ちょ、待って、会話。えすずめちゃん。待って、ここ、えー、暗いし、寒いし、早く出たけど、意外と埃とか汚れが少ない。これ見たよな。誰か掃除とかしてる。あ、これ見たな。えー、ちょと、りあえず置いてみようか。ちょと、りあえず置いてみようか。器。ちょ、今からで出たわけでいかないと。とりあえず、えーと、グイスちゃんの置いとく。一回死んじゃったし。はい。 あ、そういうことじゃないのここでは使えない。ここで使うのか。うごいっす。本当にこの道具を生贄の証として捧げますかあ、そうだ。あのさ、あの死ぬイベントで、あの、つぐみちゃんだけやってないから、もうつぐみちゃんやろうか。つぐみちゃん死んだら終わっちゃうんだけど。とりあえず、つぐみちゃんのやつ行ってみようか。まず自分から。はい。捧げます。生贄の証として。はーい。 どうの手のひらの生贄にを捧げた。ほれどうした <laughs> あー、これは、このイベントでは何もないんですね。いや、でも、あのイベントではあるのかな、なんか。ちょ、待って。じゃあもう、もう全員分試そう、もう。どれ、えっ、ー、と、ど、どれにしようかな、天の神様の言う通り。 よし、スズメちゃんだな。ずるいって、ずるくないスズメちゃんですよ。はい、すずめちゃん、はい。戻っちゃったけど。すずめちゃん、あげる。お捧げられた生き人が炎に包まれると、スズメも同じ炎に包まれ、一瞬の後に消えてしまった。はははは音もなく、ちょ、それについてなんかコメントはありますかうぐいさん。 あの、つぐみさんって南の方の山のふもとの良質の娘さんですかはい、そうですよ。そうだね、よく知ってるね。一人一人死んだんですよ。つぐみさんも、あなたのお父様も、お里ではそれなりに有名というか、父さんはともかく私が有名ってのはよくわかんないね。お父様が有名なのは、普通に寮の腕がすごいからなんですけど。なんか話しづらそうだけど、もしかして悪い噂いえ、そうじゃないんです。 ただ、猫に好かれやすくて、いつも連れて歩いているのに、翌日にはその猫はなぜかいなくなっているという怪談みたいな噂を聞いたもので。ああ、そういうことか。うん、あんまりいい話もないし、ちょっと長くなるけど、聞きたいなら話すよ。猫の行方。ええー、聞きたい聞きたい。スズメちゃん死んじゃったけど。お願いします。私、里にいた頃、ずっと気になってたんです。スズメさんよりも。わかった。じゃあ話すね。お父さんはすごく、量が上手だけど、失敗する日はもちろんあるんだ。 そういう日に家族で食べるものや売りに出すものがないと野菜も買えなくなっちゃうよだから食い、食いぶち食い縁でいいのかなが確保できなかった時の保険のために私がカツオ節を持たせたんだ私にかカツオ節そうそれを持って山を歩いて何匹か猫と仲良くなって帰るので山まで連れてきた猫をお父さんが猟銃で撃って殺してそれを食べるんだよ <laughs> え、そ、そんな食べちゃうんですかかわいそうです まあやり方は騙し討ちみたいだし、可哀想というのもわかるけど、私たちも生きるためにやるときはやらないといけないんだよ。それに、鳥も豚も魚も野菜だって猫と同じ生き物だし、猫だけがかわいそうなんてことはないと思うよ。それは、そうかもしれませんけど、私たちは毎日いろんな命を借り取って生きてるんだよ。お父さんも言ってた、生きることは殺すことだって。せやな。 私たちの都合で殺したのだから肉も骨も皮も余すところなく使うよ捨てる部分なんてないそうしないと殺した生き物に失礼だからねとにかく猫の行方の答えは私たち家族の胃袋の中でしたと <laughs> もっと言い方あるだろうよ胃袋の中ってそういうことだったんですね猫ってえー、愛顔動物として親しむ人が多いから食類にするのを理解できないって人もいるしあまり聞いてスキルする話じゃないよねいえ ちょっっとびっくりしましまたけど疑問が解消できてよかったですでですよ、この捧げた感じはどうなればいいの待ってこれ捧げないとストーリー進まないのちょ待って待って。ちょさっきの面白い話って忘れてたけど。えぇ、ー、ルリコの葉。ルリコの葉ってなんだヒバリウグイス。えぇ、ー、別のもの捧げればいいのかな 別のもの捧げるちょっとあれだよ。みんな無関心すぎるし。さっきの話、おも、おもし、面白いというか、あれだし。ちょっと待って。ちょ、別のもの捧げてみるあ干し肉でいいんじゃないのあ、でも違うか。松明。つばめの日記帳、帳鰹節。あ本当にこの道具を生贄の証として捧げますか鰹節でいいんだはい。手のひらに乗せた。 おうおうおおお。え、炎に包まれた鰹節。うまそう。わ、あたりに香ばしい匂いをまき散らしながら、象とともになぜか跡形もなく消え去った。<laughs> 香ばしい匂いをまき散らし。はあ。よかった。まあ、よかったよ。人死にがなくて。もう何が怖いってもう、一瞬で消えた人間に対してのコメントがノータッチだったのがすごい怖かった。すごい。みんな怖かったよ。人一人死んだのに、この世から消え去ったのに、 猫の話してたからさ。え、どこ行けばいいんだなんか十字路的な感じになってるなんか行けそうなとこいっぱいあるな。